きでしたよ、ちゃんと。毎日お元気です。皆さんもお元気でしたか。今日はのお仕事終わりました。お疲れ様です。お疲れ様でございます。なんかちょっとやほ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 、ご飯食べたよ。めっちゃ食べました。めっちゃ食べました。ご飯食べたし、もう寝れます。あ、今日のご飯は炊き込みご飯、めっちゃ炊き込みご飯美味しくておかわりしました。ご飯あんま食べないんですけど、好きだけど、今日はもうおかわりしました。あと炊き込みご飯と、あとね、なんかポトフみたいなやつ食べた。ポトフ、ポトフ、ポトフ、なんか最初ポトフソロみたいなやつ言ってたんですけど、炊き込みご飯が食べたくて、炊き込みご飯もリクエストして。ポトフと炊き込みご飯の組み合わせです。あとなんかサラダとかお肉とか、シソチーズ巻きみたいな豚肉のめっちゃ美味しかったです。え、何の炊き込みご飯なんだろう。普通のなんだけど、え、なんなんだあれは。普通に普通の、何、何がある、炊き込みは。お肉とかタケノコとかこんにゃくとかいろいろ入ってるやつ。五目、そうだ、五目。五目と言います。シソチーズ巻きめっちゃ美味しかったよ。今日ドボンしよう。まだしないけど、9時くらいになったでしょ。遅いかな、9時くらい。今日は、今日何してたっけ。毎日今日何してたっけって、あ、今日も大掃除みたいな続きちょっとしました。で、また明日雨らしいかな。ちょっとして今日出かけたんですけど、何してたっけ。紙面限定カードガチャの期間だよ。そうだった、忘れてた。あー、楽しみと思ってたんだけど、そうだった、その日は楽しみにしてたのだった。ガチャガチャ、チャカチャン、チャンチャカチャンチャンチャン。
したの？かわいい。今日もうずっと騒いでました、妹とさっきまで。いやもう元気すぎて言うこと聞くようになりました。前ショールームしてたら絶対入ってきてたんだけど言うこと聞くようになりました。今日みんな何してましたか？あ、カレンダーのこと忘れてました。いや忘れてはないんですけど、いやたまに思い出すんだけど、まだ何もしてないですね。写真を撮らなきゃだし、仕事を休み、なるほどね。お疲れ様でした。1年間仕事。まだ終わってない方もいるやろうけど、終わったか、皆さん。お疲れ様でした。カレンダー用心さんです。どうも。年越し準備終わったかな。いや終わってない。なんですか、年越し準備ってなんだろう。そばとか食べなきゃね。そばなんですか、年越し準備ね。そうですね、今日正月飾りをやっとつけました。最近買ったやつ、なんかこの前新しく正月飾りを玄関につけるやつあるじゃないですか、あれを買ったんですよ。すごいおしゃれで、なんかシンプルで可愛くっていいじゃんと思って買ったんですけど、ちっちゃすぎて笑いました。玄関がポーンってドアあるのにチョンってついてて面白かった。でも可愛いです、つけました。鏡餅とか、あーなるほどね、餅ね、確かに餅まだ飾って餅まだ飾ってないですよ。いやツリーも片付けてた、昨日片付けてたね。
しみだわ。年末年始関係ない仕事柄なので仕事です。頑張ってください。やばいやばいね、年末年始頑張りましょう。応援しています。今日は大掃除してましたか。大掃除みんなしましたか。あ、イーシャンさん、煙玉さん、ももかんさんあれはやっちゃんさん、あ、ももかんさん、高い 5% さんあ、みんなハートありがとうございます。無理ぽさん、ありがとうございます聞かないで大掃除聞かないでおきます。目をそらしていますね目をそらしていますね。昨日から掃除してるのに片付かん。もし頑張ろう明日する予定しなきゃ。あ、車、洗車ね。なるほど。別にエヴァの 4DX を見に行った。いいな、鬼滅みたい。今めっちゃ見たい映画あるんですよ。何があってるっけ。え、この前三国志見たんですけど。え、三国志見たって話したっけ。めっちゃ面白すぎた。映画見たいな。え、鬼滅見たい。めっちゃ見たい。約束のネバーランドとか怖そう。あ、これ煙突町のプペル、これめっちゃ見たい。うん、そうそう、新解釈のやつ。もう映画館の人たちみんなずっと笑ってました。めっちゃ面白かったです。おすすめ。子供に鬼滅柄の布買わされた鬼滅柄の布も売れますね絶対。お、133日あ、マスク作れたやつ。なるほどね。めっちゃいるもんね、マスク。鬼滅のマスクの子供たち。いいね、鬼滅にしたらちゃんとつけてくれそうですね。しっかりずっとつけてくれててそう。妹ちゃんハマってないの。いや、ハマってる。好きだけど、なんかちゃんとアニメとか見たことはないけど、なんとなく好きみたいな。普通に好きですよ。いつも禰豆子の絵描いてくれる。
すごい、私でも怖ってなることあるのに。なることあるんですよ。ちょっと、だから、怖くないんかなと思う。怖いかな。どうなんだろう。なんかちゃんと見てないんですよ、多分。よく子供たちは見れるなと思います。ね、みんな、見てるのかな？見てないけど、なんとなく好きみたいな。私でもちゃんと見れないですもん、全部。グロってなるところがあるじゃないですか。あの炭治郎のここに傷があるのすらちょっとたまにうって、いや、なんかたまにふとした時にうってなる時があります。映画は映画行ったらしいですよ。なんかちゃんと見なかったらしいけど、映画をなんかまだちゃんとね見ないんですよらしいです。集中して見れないみたいな、長いからね。キャラクターから入るか。私も漫画途中までめっちゃ見てたけど、一回途切れてというか途中で今止まってます。まだ続き読んでない。どこら辺まで読んだかも、もう忘れちゃった。ドラえもんとかね、みたいな。プペルみたい、プペル。アニメは全部見てるの、どこまで見たかな。アニメも途中で終わりました。ちょっとは見ましたよ。今の自分のうわーか、面白すぎて。面白い。
サイレント47。カレンちゃんよく自分でやったことに受けるよね。そうなんですよ。そうなんですよ。それな。明日は何するのかな。明日は何するんだっけ。明日はしなきゃいけないことがあるんですけど、まあいろいろしますね。いろいろ。みかんから出てきました。重力心配。あと3日だね。それな。私カレンダーにその日終わったらピッて引くんですよ。しっかりカレンダー管理してる。で、だから23日が終わったとしたら23ピッて何線を引いてってるんですよ。終わった過ぎた日はね。で今日さっきさ見たら妹に全部12月31日まで全部引かれてました。だからもう私の日は終わりました。全部ピーって引かれましたね。カナピーまだ28日なのに。もう私2020年終わりました。終わりました。もう年越しちゃいますね。さすがです。やられましたよ。明けおめです。明けおめです。トゥルドゥトゥルドゥトゥトゥトゥだらしない。おいしかったです。おいしくてどうでもフライトカフェにてトゥントゥルントゥン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 トゥてん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 わおわおわお静か。イエイイエイ。僕らのゆりか発見したんだ。ずっと時間かけ愛されてるかも。夏の太陽おそれが飛び意味のもとをトゥトゥトゥン。あ、もうたー。懐かしい。うーん、うーん、うーん、うーん。
イマイベイビー、ベイマイベイビーです。ドボンしましょう。30分頃に配信終わります。そして大家さんおめでとうございます。誕生日ハッピーバースデー。そっか、何歳だっけ。26。知らん。何歳。おめでとうございます。私のメッセージ面白すぎるやろ。からのだって、あれ送ったっけ。ない。あ、待って、ガチャしなきゃ。そうだ、ガチャ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 。よっしゃ、吉田カレンさん引かせていただきます。いきますよ。え、ガチャガチャいっちゃうぜ。お、すごい。吉田カレンちゃんばっかりだ。嬉しい。ひぃ初めて見るカードをたくさん。お、おー、前髪がないですね。いや、わしもう一回しちゃおうっと。ふう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 。よっしゃー、イエイショー。おー、もう一回しちゃおう。シークレット出た。やったね。ヒー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 。ふうふう、テンション上がります。やった、またシークレット出ちゃった。出ちゃった。ふう。もう一回しよう。え、コインが足りません。コインが足りなかった。あと100。100枚足りないコインが。ピエン。ガチャの沼ですね、これは。いや、私コンプリートしたかな。吉田カレンちゃんコンプリートしたかな。俺ピエカードめっちゃもらえたんだけど。おおお、どれにしよっかな。おおおおお、いいですね、揃いましたよ。ちょっと変えよう、おニューのカードに変えちゃおう。え、なに、おニューの方がなんか写りいいですね。なんか可愛いふわふわピンクの衣装とさ、こんなにかっこいい系のガチガチ衣装みたいな。伝わる。すごい、いつ撮ったやつだろうこれ。全然覚えてないです。あらー、おー、シークレット出ましたね。みんながいいねしてくれたからコインたまった、ありがとう。みんなありがとう。じゃあもう一回しよう。あ、バ
ラストハッピー、楽しいですね。おいしょいい、ワンちゃんドボン返しです。あざす。やったー、うれぴー、親持ってるかな、ちょっとおすすめしとこう、今日はガチャ。さあじゃあ我慢しましょう、やっとそろそろ。じゃあまず最初は27秒でしたかな。じゃあ今回も早速じゃあ始めますよ。9分27秒で最初の27秒で、最強デッキだよ。あ、今99位だ、推しメンないランキング やったね、ガチャ引けてハッピーですさあこっからまた頑張っていきましょう。23、24、25。一緒に頑張ろうね。一緒に上がろうね。今日めっちゃ美味しいハンバーガー食べましためっちゃ美味しかった。できた、嘘でしょ、いくよ、ドボンドボンの言い方めっちゃ面白い、いくよ、ドボンドボンドボン。何ハンバーガー、なんかハンバーグとレタスとトマトとトマト普通の具です。なんかおしゃれなカフェで食べました。やったやった、ドボンだから、次は11分27秒終わってる方は行きましょう。これっきりこれっきり失恋ありがとう思い出かいかい。25、26、27、うわ、みんな彼の称号だ。うわ、やっちゃった
上がれないあ、みんなが一番 AKB で好きな歌は、私はハイテンション。なぜならハイテンションになれるから。14分27秒。え、みんなぶっちゃけ8の中で一番好きな曲って何ですか？ぶっちゃけ急にめっちゃ聞くんだけど、私は、まあ、いつも47って言ってるけど、なんだろうな。でも全部なんかほんといい曲ばっかりですよね。でも最初私8入る前に、これがなんかチームエイトにやったことある曲ですっていう風に振り付けビデオ DVD をいただいたんですよ、スタッフさんに。でずっとそのレッスンで、一人でレッスン行くまで車の中で見たり聞いたりしてて、それでずっとヘナチョコが好きでした。なんか振り付けも曲もなんか良すぎて、それ好きでしたね。でも今どうだろう、でもよ、一生もうなんか個人的に一番思い出のあるのが一生で、16、待って一生は、そう、あ、そう、一生の間に何で、22、24、25、26、27、よいしょ。選べないね、それな。でも振り付けはジタバタが一番好きだし、ルートは、やったー、やったー。あ、ドポン大使さん、ありがとうございます。制服挨拶もいいよね。結果、全部いい曲です。そこに結論はない、全部いい曲。16分27秒、あと27秒。あー、てん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 、ドクドンドクドン、ドボン。さあ、今終わりました。上がられちゃった。
次は18分27秒でありますね。8227 です。イエーイどうでしょうか。頑張るんは。どうする？頑張るんば。いけるかも。さあどうでしょうか。頑張りますよ。出せるカードがないかもが続きます。出せるカードないかも ドロースリーくらいあったピーピーピー。好きな曲は思春期のアドレナリン。突然街を全力で走ったりを叫んでみたくなる。家族も仲間もねみんな飽きる。家族も仲間もねみんな飽きる。あかり負けちゃった。家族も仲間も猫。難しい。こんな歌を歌ってたらよく。家族も仲間も猫。家族も仲間も猫もみ。ひげちょっと一人ごと。ドゥルドゥドゥルドゥル。ちょっとこっち。終わった。負けちゃった。次は24分27秒で。同じファンの方ばかりと当たります。受ける。甘さってなってる。面白いですね。24分27秒。大勢ありがとう。こちらこそ。
スピン、スピンです。私はいつも25、26、27。おもろ、めっちゃ面白い名前やな。え、私推しの、私の称号の方一人しかいなかった。めっちゃ私の私の称号にしてくださってるけど、めっちゃドロー2とかドロー3ばっか出しちゃって申し訳ない。それしか出せるのがないんですけど、やだー、カードが増えてくる。そうですよ、今私96位にいますよ。下がりましたね。え、どうしよう、あー、どうしよう、いやー、ドボンチャンス来ちゃった。やったやった、よかったです。わーい、一押しガチャの効果、そうだね、それもあるのか。今何位だろう、あ、93位です。頑張ります。一回行こっかな。あと2回行こうかな。28分27秒。ラスト2回です。あ、またまた827。827。あと2回です。これともう1回でラスト2回チャンス。22、23、24、25、26。わーい、みんな彼の称号、彼のときめき、彼の奇跡、彼の奇跡。
え、すごい。さあ、次ラストチャンスよ。おお、90位になった。ラストは30分27秒。ありがとうございました。90位まで上がったよ。99位でしたからまあなんとか。ありがとうございました。今日もたくさん、あ、ドボン返しはできなかったです。結局確かにワンちゃんドボン返しできなかったです。ワンちゃんでした。おさおさこよし、終わりまっけ終わりまっけ。私の目に映ってるのが見えますか。ランキング見ます。今日もありがとうございました。13位とりあえずさん、ありがとうございます。12位ルークさん、ありがとうございます。11位群馬のヨッシーさん、ありがとうございます。10位ヌッシーさん、ありがとうございます。9位天塚寺さん、ありがとうございます。8位カカカカさん、ありがとうございます。
うないこたんさんありがとうございます。うくいむりぽさんありがとうございます。かわいいひでじろさんありがとうございます。4位ももかんさんありがとうございます。3位けむりだまさんありがとうございます。2位いーしゃんさんありがとうございます。1位はやちゃんさんありがとうございます。ありがとうございました。バイバイ。また明日。おやすみなさい。